なさすぎだよクロード・マネーが名画の中に食事の歌人はすでに去って花壇に近き木陰の食卓には虚しきサラド菓子果,果物を持った蜂との置き捨てられた様を描いたものがあった長いね突然私がこの油絵を思い浮かしたのは木の葉を縫う夏の日光の真っ白き工夫の面に落ちかかる色彩の妙味のためではない。 辛いこの施策に現れたごとき幸福平和にして最も死守に富んだ生活に対する先方と実感とのためであるなんなん